千竜つくしは、千葉県市川市出身の落語協会所属の女流落語家。本名、熊井かな子。出林は、ビートルズのイエローサブマリン。得意の演目は自作の新作落語。趣味のウクレレを生かしたウクレレ漫談を演ずることもある。持ち時間3分のライブに出演した時に落語をするには短かったため、ウクレレ漫談を始めたということである。 エンタの神様には、マダムコナコの名で出演し、ウクレレマンダンを演じた。ウクレレマンダンを見た、エンタのスタッフが声をかけ、出演に至った。占い師のキャラクターは、そのスタッフとの打ち合わせの中で決まり、マダムは、占い師からの連想してつけられた。このキャラクターでの決め台詞は、来世、頑張れ。なお、千竜尽くしとしてそのままライブでこの芸を披露したこともあった。 所属団体や、流派の垣根を越えた、女流落語家ユニット、落語ガールズに所属している。他のメンバーは、林家ボタン、古今亭苫子、三遊亭愛は、立川小春、三遊亭美陸、春雨や風子、林家千、柳屋花米、三遊亭遊ぶ狩り、林家安子、春風亭一花、立川男子、三遊亭遊ぶ七。 2008年7月20日の放送の、こいつは、すごげー。そいつはいただき。で、ウクレレマンダーも伝授するために出演。長年無欠席で大喜利に出演し続けた、ご名狼玉のタスクが、翌年2009年5月3日の放送で自身初の出演権剥奪となったため、同年5月17日から、大喜利メンバーとして出演している。出展。 週刊文春2008年3月13日号、高学歴女芸人が増殖中、ハット AB 出展、フラッシュエキサイティング2008年5月5日号の記事。ありがとうございます。